2019年に、名古屋の愛知トリエンナーレで、ガソリンをまくぞみたいな脅迫があって中止になったっていう事件がありましたけども、そういう脅迫に値するようなことはありましたか？抗議の中でですね、今おっしゃられたような、なんかガソリンをまくとか、脅迫じみた抗議ではなかったんですが、ただ、こういう大音量で、例えば抗議活動が行われれば、私どものここの L 大阪という施設はですね、ご存知かとも思うんですが、会議室とか、ホールとか、集会室を一般の方に許可しておりまして、で、大音量で、こういう活動を外でされるとですね、やはり会議とか研修される場合に非常に支障が出たりとかですね、であと会議室、ホール等以外に、本館と南館という建物がございまして、その中でですね、やはり入居団体の方がおられて、で、当然そこで業務とか執務をされておられますんで、そういったことに著しい影響が出るということが考えられるんですよね。右翼の抗議によって使用ができなくなったということになると思うんですが、威力業務妨害ですとか、そういう形での被害届などは出されてますか？被害届とかは特に出してはおりません。出していない。何か妨害されたという認識はございますか？先週の金曜日の時点で、電話とメール合わせてなんですが、70件ぐらいの、抗議が寄せられておりますので、仮にその、7月の16日から開催されれば、反対されているそういう団体の方々がですね、行動を起こして、で、労働戦を仕掛けてこられるとか、で、実行委員会のメンバーの方と、衝突とか混乱が起こるってことが、想像されるってことですよね。で、器物破損であったり、暴力行為も起こりかねないということもありますし、あと、私ども、南館の2階の方にですね、保育ルーム、保育所がおりまして、で、そこへ、通われる乳幼児の方が、保護者の方々がいらっしゃいますので、施設の利用者、入館団体の職員、乳幼児、保護者の方の安全を確保するというのは、ちょっと極めて困難かなという判断に至ったということです。美術展を企画されてる方は、大阪府に迷惑のかかる行為を何もしていないと思うんですが、誰かが危害を加えそうだという雰囲気を出すと、その何もしていない人に不利益が及んでしまうというのは、ちょっとどうなんでしょうとも思うんですけど。野間さんおっしゃったことももちろん分かるんですけど、私どもとしては、こういうちょっと繰り返しになって恐縮なんですけど、そちら労働センターということなんですけども、もしそのような運用を続けられると、例えば労働組合がその労働運動にその会館を使用するということができなくなったりしないでしょうか。例えば、そこで労働運動の集会なり何なり、会議なりをやろうとしたときに、同じようにこう、抗議して、街宣車を回すぞってなると、他の方に迷惑になるので中止しますという判断、同じ判断になりますよね。そうすると、やっぱり、嫌がらせをすると、気に入らないものを何でも止められちゃうということになりませんか？今回ですね、何もその利用者とか催し物の中身で、判断、異を取り消しの判断をしたわけではございませんで、先ほど、
条例の第4条6号申し上げましたけど、こちらの規定がですね、いわゆるあの、まあ、労働センターの管理上支障があると認められるときというふうになっておりますので、そういう判断をしたと。あ、もちろん、つまり内容によって決めているのではないということであれば、その少しでも危害を加えるような雰囲気を匂わせると、全部あのそちらで使用取り消しになってしまうというこあのに、危害を加えられる被害者の側が不利益を被ることになると思うんですけども、公共施設としてはその何かこう表現なりその集会の自由なりを守る義務というものはあるんではないでしょうか。そうですね、まあ、集会の自由とか、はい、表現の自由っていうのを何もないがしろにするつもりはもうとありません、ね、はい。でも結果的に、右翼が嫌がら、抗議を少し2回やっただけで、これは危険だからということで抗議された側に出て行ってくださいっていうふうになると、実質的にそれは守れなくなっちゃいませんか。抗議があったっていうのは事実なんですよね、はい、事実として、はい、ございますし、はい、で先ほどもお話しさせていただいたように、仮にあと大阪府の方から、その議員がこう言ってきているので、何かこれは、まずいんじゃないかみたいなことはありましたか。すべて、労働協会さん その指定管理者さんの方ですべて決定されたということですか。うちの方で、はい、今回ちょっと取り消したいと思うけど、大阪府さんどうですかっていう、まあ、お伺いを立てて、はい、でその結果を持って、今回主催者の方に、はい、業者の方にお伝えをしたってことですね。大阪府の方から、まあ、いわばそのいわゆる上から何か言ってきたということではないということですね。ありません、はい。今回の判断をしたのは、はい、最終判断をしたのは私ども指定管理者でございますので。はい、わかりました。